クラウディオ・マグリスは、イタリアの学者、翻訳家、作家。1939年、トリエステに生まれた。トリノ大学で、ドイツの人文科学を学び、1978年から、トリエステ大学で、近代ドイツ文学の教授となった。イタリアの日刊紙コリエーレ・デラ・セラや、その他ヨーロッパの雑誌、新聞において、コラムニストエッセイストとして活躍している。 マグリスが行った多数の研究は中央ヨーロッパの文化やハプスブルク家の神話に関する文学についてイタリアで認識が広まる一助となった。マグリスはまたヨーロッパの複数の学会に所属し1994年から1996年までイタリアの元老院議員を務めていた。マグリスが最初に執筆したのは近代オーストリア文学におけるハプスブルク家の神話が 中央ヨーロッパ文学を再発見させた。彼のジャーナリスティックな文章は、1978年のディートロルパローレや1982年のイーターカイー・イオルトレイにまとめられている。また、E.T.A. ホフマンや、ヘンリック・インプセン、イタロ、ズベーボ、ロベルト・ムージル、ヘルマン・ヘッセ、ホルヘルイス・ボルヘスに関するエッセイを書いている。マグリスの小説や劇作品には、 多言語に翻訳されているものが多くある。マグリスにとって大きな転換点となったのは代表作とも言える1986年のダヌビオであった。この本の中でマグリスはドナウ川を源流から川口までの流れを追っている。この旅を通じ多文化的なヨーロッパの歴史の色鮮やかかつ色彩豊かな背景が展開されている。2009年5月。 スペイン政府より、スペイン芸術文学勲章を受訓した。それにより、エキシリンティーシュもセニョールの待遇となっている。など、ありがとうございます。